サウスロシアン、シェパードドッグとは、ウクライナ原産の森地区犬種である。別名は、サウスロシアンオフチャルカオフチャルカデルシエメディディアナーレ、ウクライナシェパードドッグ、A、ユークレーニアンシェパードドッグ。18世紀末に作出された犬種である。この頃、旧ソ連の一部であったウクライナでは、羊の放牧が盛んで、季節ごとに飼育地を移動させていた。 この移動作業のために、スペインから牧羊犬が連れて来られ、使役されていた。しかしこの犬たちは、牧羊犬としては、非常に優秀だったものの、森畜犬としてはあまり役に立たず、小柄で力があまり強くなかったため、狼が来た際は羊ともども殺されてしまうことが多かった。そこで、優秀な森畜犬種を作り出すことが考案され、その犬に、森畜犬として、 優秀なコモンドールやロシアでは攻撃的なことで悪名高いウチャックシープドッグ、そして名もないヘンチの森地区犬種などを荒廃させることによって本種は作られた。サウスロシアン、シェッパードドッグは羊を誘導する牧羊犬としてではなく羊を狼や泥棒から守る森地区犬として専門的に働く犬種である。狼が群れで襲いかかってきたとしても一から二頭で撃退し、 銃を持った泥棒にも命を捨てて勇敢に戦いを挑み退治する。しかし19世紀頃には家畜泥棒に撃ち殺されてしまう事態が多発し多くの愛好家を悲しませたこともあった。その後家畜泥棒の取り締まりが強化されたことによりこの事態は収拾した。それ以後家畜泥棒は減ったが狼などから羊を守る役割は引き続き担い続けた。 第二次世界大戦が起こった際は、軍用犬として使われ、伝令犬としてメッセージを運び、ジャーマンシェパードドッグに負けを取らない活躍ぶりを見せた。後にその役割が、イーストヨーロピアンシェパードにとって変わられても生き残り、旧ソ連では森畜犬としてだけでなく、一般家庭の番犬としても広く使われるようになった。富士の公認犬種となった現在でも、 ロシアやウクライナでは人気のある犬種だが、それ以外の地域ではあまり飼育されていない。ほとんどが実用犬か、小毒として飼育されていて、ペットとして飼育されているものは稀である。外見こそ愛らしい無犬であるが、性格はあまり可愛げがない。コモンドールの血を反映した筋骨隆々で骨太でがっしりした体つきをしていて、力が強い。頭部は大きく。 マズルは短めで太く、顎の力も強靭である。耳は垂れ耳で、尾はふさふさした垂れを。足は長く太い。コートは柔らかく長いシャギーコートで雨風を防ぐ役割を果たす。毛色はホワイトの単色か、それに少しブラックの混じったもの。体高はオス6 5トル前後、メス6 2トル前後で、体重は 私有ともに48から 50kg の大型犬。性格は活発で忠実だが、防衛本能がとても高く攻撃的である。主人や羊に危機が迫ったと感じると前触れなく、攻撃を行うため、一貫した厳しい訓練を行わなければと名付けるのが非常に難しい。また、人に噛みついて、怪我をさせるという事故も過去に起きており。 訓練をドッグトレーナーに任せることも推進されている。実質的にはロットワイラーよりも、高付け事故を起こしやすい犬種であるという楽園を押されているが、訓練を成功させて、しっかりとコミュニケーションを取れれば、優秀な番犬となる。運動量は多く、飼育が難しいため家庭犬として飼うのは難しい。ありがとうございます。